ちゃ、こんにちは。伊坂さん、なんだよ。お疲れですか。最初ですよね。最初にこの甘さがね、はい、身にしみる。いや今日も早いですもんね。ちょっと早いね。今日も、うん、はい、ということでですね、はいはい、前回も吉田輝星投手の初勝利をですね、うん、動画でも出させていただきましたけども、はい、この前その2戦目があったんですよ、はい、吉田輝星投手の先発。名古屋ドーム、はい、来ましたよ。2勝目ならずということで、3回まで投げて4回にちょっと変えられちゃったっていう形になりましたけども、どうですか印象として、見ました？印象とすれば、はい、まあ打たれるの見た、見ました、見てないか、見ました。大体やっぱ外のボールが多すぎるな。そうですね、やっぱもう少しインサイドを有効的に使わないと、うんうん、懐突っ込んでいかないと、はい、やっぱなかなかあのスピードじゃ打たれる。まあいいまっすぐだけど、はい、スピンがかかってるいいボールだと思うけど、やっぱコースが限定されるとやっぱ打たれるな。ちょっと外目立ちましたよね。インコースも使ってましたけど、だからほとんどこうおっつけて打たれてる。はい、やっぱこれデータが回るというかさ、プロだから、まあ、そうっすよね。だから変化球投げるときは緩むよとか、はい、フォームが、まあ、そういうことも含めて結構データ通りに投げてたな。でインサイドはあんまりないっていうようなことで、はいはいはい、やっぱ外中心のピッチングになる、まあ、変化球ももちろん含めてっていうこと、はい、でまあ球種が少ないからまっすぐスライダー、まあ、スプリットなんですね、うん、でもスプリットっていうのはやっぱまだまだ全然プロのレベルのスプリットじゃないから、だから完全にファールで逃げられる、はい、だからまあ苦しいわなちょっとな。うん、だから先発するんだったらもう一種類、はい、まあ、変化球が欲しいなっていう感じがするな。まあ、前回もおっしゃってましたけど、あとインのこの使い方どうみたいな話もありました。まさにそれが、まあ、2試合目でちょっとこう攻略されてるみたいな感じですかね。あとね、はい、名古屋ドームのマウンドっていうのは、あ、そうですね、名古屋ドーム、はい、これは他のところよりも傾斜がきついんだよ。で高くて傾斜がきつい、これは中日のピッチャーに合わせてるんだけど、はい、なぜ合わせてるかというと、もうとにかく足腰がしっかりしてないと低めにいかないの、ボールが。おお、なるほど。これはやっぱ森さんだとかピッチングコーチ、はい、まあ、監督までやったけど、その人たちがやっぱもうとにかくピッチャー走れということで足腰作らせて、それでできるだけ高く傾斜がきつくって、はい、他のピッチャーは大体高めにくるんだよ。おお、なるほど。やっぱ下半身が相当強くないと、はい、だからあの吉田輝星は大体高めに抜けてたと思うんだよ。ああ、それをちょっと持って帰る、うん、だからやっぱそういう、ま、球場球場によっての特徴もあるし、はい、マウンドも特徴あるし、はい、ではそれにアジャストできなかったな。お、逆に横浜で投げてる方が良かったかもわかんない。あ、横浜どっちかというとあれですか、ちょっと傾斜緩やかで、はい、ちょっと低い感じがあるから、まあ名古屋まで引っ張ったけど、はい、次の先発をね、はい、札幌ドームで勝った後に、はい、まあ逆に言えばその前の横浜かなんかで投げさせておくのが、まあ、球場も狭いからさ、はい、一発食らうとか、はい、やっぱ広いが投げやすいだろうっていう配慮もあったし、うん、まあおそらく、まあ、ローテーション的に、はい、まあ、例えば疲労だとか、はい、やっぱ初先発、初勝利、まあ、相当疲れたと思うんだよ、うん、まあ、その考慮もあって、はい、まあ、名古屋に持っていったんだと思うけどね。だけどさ、噂がああいうふうに骨折をし、はいはい、まあ、戦列を離れたという、うん、ことから考えると誰が先発ピッチャーに入ってこなきゃいけないね。そうですね、その穴を、まあ、その一番手が吉田だったんじゃないかなというふうには思うけど、あ、うん、だけどちょっと打たれ方が悪かったな。そうですね、右方向やっぱ多かったですね。右バッター、ビシエドとかも全部ライト線とかも、だから変化球とかは左バッターに対しての変化球は中に入ってくるからそれは引っ張られたけど、まっすぐ系はほとんど反対方向にっていうか、まあ打たれてたな。だからもう少しやっぱりインサイドは使わなきゃいけなかったっていう、ね、そこがやっぱりちょっと、いや、まあ当ててもいいよ。藤波見てみろ、まあ、どれだけ当ててんだって。いや、当てたくて当ててるわけじゃないと思いますけどね。いや、だけどやっぱりインサイドを使ってもうちょっと幅を持たせないと、球種が少ない、角度がないね、そういう風になってくるとやっぱ勝てなくなってくる。なるほど。
でそこはやっぱキャッチャーとのあれになるんですね、まあ、あの時多分石川選手だったと思うんですけど、うんうん、まあ、前回も石川なんですよ、ね、うん、石川のリードっていうのはまっすぐをより有効に使うキャッチャーなんだよね、はい、で腕も振らしたかったんだろうと思うよ、やっぱ思い切って、まあまあそうですね、遠慮なく、はい、でインサイドって言ったらやっぱ神経使うだろうし、はい、でも桑田が同じような身長で、はい、やっぱあれだけ勝てたっていうのはさ、俺ら対戦してたけど、はい、やっぱ角があったのにインサイドでどんどん攻め込んできてたよ。だからそういうことができるかどうかっていうのが今後の課題かもな、まあ、と思います。制球力っていうところ、制球力はねないわけではない、ない、あ、コントロールもそこそこあるし、はいはい、自滅型じゃない、はあ、だけどやっぱ角バッターのインサイド胸元とか、はい、やっぱ桑田ってえぐっていってたからね、うん、やっぱそのぐらいにならないとなかなかこう勝ちきれないよ、うん、まあでもちょっとおかげでね、はい、まあ、名古屋ドームもなんだよかなり人入りましたから中日が、はい、しかもその時、ね、3万5000ぐらいいたんですよ。あ、え、まあ、まあ吉田もあるし日曜日もあるしな、日曜日あったんですけど、うん、なんかまあ吉田恒成選手もね、うん、そういうおかげもあってあ、なるほどね、満員御礼に近いぐらい見たいもんね、やっぱ3万5000超えるってなかなか久しぶりじゃないの。いや本当に平日悪い時2万2000ぐらいですか、ね、まあ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 平日だったらいい、平日、まあそうですけどちょっと寂しい、まあ、そうそうそう、愛知で吉田恒成を見れるって言ったらね、もうチャンスも、うん、ネオ君も期待しましたけどね。いやまあまあね、そうなんですよ、ね、上がってきてほしいなっていう、ネオ君対この吉田君っていう戦いあるんじゃないかみたいなのも結構ありましたけど、まあ、なかなかでもね、まっすぐにちょっとこだわりすぎてるかな今のところ。それはあれですか、キャッピッチャーですか、キャッチャー。いや、ピッチャーもこだわってんじゃない、はい、だから自分のまっすぐがどれだけ通用するかっていうのも自分が投げてやっぱ試したいっていうところも、うん、多少そういうわがままも入ってると思う。でもあれが常時150キロを超えてるんだったらこだわってもいいけどさ、はいはい、まあ、そういうわけにいかないんじゃない。うん、47ぐらいでしょ多分、うん、じゃあストレートの質自体はいいけどそれをもっと有効に生かすもっとやり方があるんじゃないか、まあ、コースを使ったりだとか変化球とか、まあ、変化球を織り交ぜたりとか、もう何がいいかな、うん、まあ、スプリットはチェンジアップとなんか同等な感じがするんだよ、はい、吉田のは、うん、だからやっぱ落ちる系が欲しいよな。もう一個例えばどういう、まあまあフォークだよ、やっぱフォークも分かりやすく、でもやっぱあのサイズだと手もちっちゃいのかも分からないし、はい、挟めないっていうことがあるんで、まあそうなってくると何がいいかなっていう、だから左を抑えるんだったらカットを覚えた方がいいですね。で、まあカットは一応持ってんのかも分からないけど、はい、そこまでのカットではない。だけどまあ、勝てなかったにしてもセンスのあるピッチャーだから、だから1回の失敗、まあこういうことになって何を次の登板の時考えてマウンドに上がってくるかっていうのは逆に楽しみ。今度からもうインサイドバスビンビン来るかもしれない、必死走りかもしれないですね。まあそういう根性もあるだろうし、だからすごく次の登板が何を考えて何をどうしてくるのかっていうのはすごく楽しみではある。あと一個気になったというか、あの伊沢さん、あのインタビュー見ました、吉田恒成投手の。あ、それ見た。あ、見てないですか。あの帽子取ってたんですけど、キューティクルでした、やっぱり。やっぱあの高校時代の印象だったんで、ちょっとこう短いイメージだったんですけど、でも今やっぱあのプロに入ってこうちょっと髪、前髪とかもあってこうちょっと流す感じで、もう光ってましたもん、なんか。使ってんだろ。いやーでもそういうの使ってると思いますよ、やっぱ髪は長い友達って楽だ。いやいや本当に、いやなんか違うみたいなやつ。いや全然俺の友達の子って残ってる。あ、結構キューチクル全然全然負けてないですよ。油っていう説もある。説ですよね。ああいうの可能性もあるんですよ。まあまあでもまああんまり無理はさせたくはないけど、はい、まあこのままではちょっと苦しいな。まあもう交流戦もね終わりましたけども、はい、またこのパリーグに戻って、うん、パリーグの試合にでまた登板しますかね。やっぱ枚数が足りないんだよ、やっぱ日本ハムって。まあやっぱり今いろいろやっぱりその小笠原投手の件、やっぱり吉田も育てなきゃいけないだろうしさ、はい、まあ次ね掛け木っていうのもそうですね、メラメラしてますもんね。でも楽しみな選手は多いよね、確かに。そういう意味ではだからいいかもしれないですね、ライバル意識もやっぱり同世代にやっぱりいたら、まあ、はい、でもまあ
言っても一生いっぱいだから、まあ、いやそうですよ、だって一生してますからね、10代ですからね。それがすごいことですから。私の10代っていう歌知ってる？いや知ってますよ。本当に、さつなみがデビューした時に、はい、応援歌がガラスの10代だった。まだ10代っていうのはやっぱ不安定なんだよ。いろいろやっぱり。まあまあでも次の登板、はい、どういう変化を見せてくれるか。そうですね。楽しみですね。ね、はい、楽しみにしたいと思います。はい。ね、はい。ありがとうございました。頑張って。頑張ってください。